トゥース。眠い時に動画の企画を思いついたりするんですけども、眠い時ってもう頭がバカだから何を言ってるんだこいつっていうものを思いつくんですよ。米をすりつぶしてもう粉の状態にして炊飯器で炊いたら、もうそれは餅なんじゃないかって思ったんですよ。ちょっと気にならん？ちょっと気になるでしょ？ちょっと気になると思う。今回わざわざこれ買ったから、すり鉢と棒ということで、今回はそれをやっていきたいと思います。それではやっていこう。はい、これが米1合分です。入れます。このお米をすりつぶす。これすりつぶれてんの？本当にどうなってる？もうすりつぶれてない気がする。うぜ。根気よく頑張ります。ポケットのコイン、それと You wanna be my friend、 We are もうなんかパチパチするほど甘く元気なバス。ファッキン！米をすり続けて1時間が経ちました。ここなんか結構ね、粉的な部分が出てきて、やっとすりつぶせてるっていう実感が湧いてきました。頑張ります。はい、ということでリアルに6時間このようになりました。だいぶ粉になったんで、もう炊きます。これを、はい、この炊飯のやつに粉を入れます。1合分もないぐらいがちょうどいいはず。炊けろということで、炊けるまでの時間ちょっと僕は寝ます。眠い、疲れたし、だって寝る。おやすみ。おはようございます。普通に6時間ぐらい寝ちゃってて、まあ、気づいたら炊けてました。見ていきましょう、中身を。じゃあ開けます。3、2、1。ポッ。これはどういう状、あ、でも結構餅っぽいぞ。あ、餅というよりかはなんかスポンジケーキみたいになってる。ちょっと食べますね。検証結果、米は普通に炊け。